映ってて大丈夫そうだはい、63枚目シングルの選抜に選んでいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございますね、うん、もう一緒に一緒に夢の選抜頑張っていく。一番気まずいからね、とこ絶対初日みんなが気まずい初日とかじゃない、1時間も待ってはい、ありがとうございます。ありがたい。美味しいよね、わかる。叫んだもん、うちも。本当に、うん、うわぁあ、えみちゃんが先やったっけ。私が先やった。うわぁってきて、あみちゃん来て、うわぁってなってた。そう、3シングルぶりに選抜に復帰させていただくことになりました。小さい声なんか張って、喜ばしいことない。違うのよ、なんか、どうさあ、うん、なんかね、まあ元カレ終わってリップグロスで落ちて、もうさ、リップグロスの時はでも自分も活動休止した後だったから、まあ落ちるっても思ってたから、まあもう心得ていたんだけど、その後の2シングルは期待すればするほど心が死にそうになるというか、なんかもうそう、期待すると苦しくなっちゃうから、どれだけ期待をしないでその時を待てるかみたいな。みんなもさ、そう、入れるように頑張ろうとか、入るよとか、メンバーも絶対入れるよって言ってくれてた分、そう、その言葉がね、うん、嬉しいんだけど、入れなかった時どうしようっていうのもすごい大きくて、反動が大きいよな。そう、しかも、その選抜落ちたってなった後の、握手会とかお話し会とかで、もう次は絶対入れるよみたいな、言ってくれる人も本当にいらっしゃって、でもだからそれに対してどう返答したらいいのか、難しいよね。そう、それで期待に応えれなかった時がさ、苦しいからって思って、こうずっと自衛をして生きてたんですけど、だから今日もその発表がバーンって出た時にもう、嫌だな本当に一番ドキドキするよな、なんかもういつもさ、期待しないようにしようと思っててもさ、ちょっとやっぱさ、希望の光というか、見ちゃうから、ああやだやだって思いながら、やだって見てたら自分の名前が出てきたから、なんかもうそっからもう近くおらんかったら分からんかった。いや、そうだよね。そう、でもなんかもうみたいになって、うん、なんか隣のあゆみが泣き始めたからあれと思ったらあゆみが入ってて、はっはっ、あれそうじゃないのそう、でも本当になんか、まあ、あんま実感湧いてない。確かにな、これからよな。ちょっと本当に今初めて知ったから、なんともというかですけど、嬉しいなと思いつつ、なんかね、19歳の締めよで、あ、うまい。19歳の締まりよっていうのを、思いながらも嬉しかったです。もうなんかとりあえずゆきりんさんの卒業シングルだし、俺らずっともだし、今日ゆきりんさんとすれ違った時に、あ、おはようずっともって言われたあ、おはようございますずっともみたいな。私もいつもゆきりんさんとかと会う時、あ、おはようございますみたいな、あ、おはようみたいな感じじゃん。なんかもう距離感違ったわかる、あっすあっすあっす感じだったから、そう、でもだからゆきりんさんの卒業シングルなので楽しみやな。楽しみだね。コン
サートも楽しみだよね。よかったね、コンサート楽しみになったね。やめてその言い方、いろいろ語弊出てきちゃうのよそれ。まあいろいろあったからね。そう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 、いろいろね、なくなっちゃったりとかあったから。そうそうそう、ちょっとそこで悔しい思いをしたからこその今やな。だから頑張ろうって。楽しみやな、テレビ映る真中ちゃんみんな。元彼の時はもう殴り合って決めようかで、どれだけ映れるかに命かけ。そうね、バッチリさソロで映りたいね。そうね、うん、ちょっとどんな感じになるのかちょっとまだ本当に何もわからないんですけれども、頑張りたいと思いますので。そしてずんちゃんは、はい、今日何でしたか。今日は SNS ショー、その話2連覇しました。すごい2連覇、マジですごい。ちなみに今 SNS に上げる写真を加工しております。これ見せられるかな、こんな感じです。さすが SNS。 あの配信しようかなって言ったら、隣で SNS するわついてきます。めっちゃ態度悪く見えるかもしれへんけど、うん、こっちはこっちで仕事してるから。そうそうそう、これあのあーちゃくこれ食べるけど食べるかい、うん、SNS のね鏡です。すんちゃんは嬉しい。しかもさ、うん、SNS 賞を取る前にさ、なんかあの変なやつでバズって面白く、嬉しい。あの袖ね、うん、マジで袖に衣装通してないやつ、マジでその話題めっちゃなるもん。うん、うん、袖あれ本当におかしいよね。おかしい、でも気づかなかった。マジでだって112万回見られてんねん。くるみのグラビアみたいなバズり方すごい。ああれあれ、袖のやつマジで笑ったって言われて嬉しい。どれだ、スベッターさん、何これは、ツリータワー、ありがとうございます。ありがた口です。ありがとう。豆もやしさん、これはサンタタワー、ありがた口です。ありがとうありがとう。はい、ということでずんちゃんはね、もうラララメッセージで歌い出ししてたからね。そう、どうでした今日の歌い出しは。めっちゃうまくいった。これさ、公表するか迷うねんけどさ絶妙にバレてなさそうだからね。歌詞間違えました言いました、今言いました。スタッフさんにももう謝らんかった最悪だね歌詞間違えましたとかも言わへん、もう、もう冷静に吐けた、もう冷静に吐けていったちなみに 何したんでしたっけ、何だっけな、歌い出しですよね、ソロの。そう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 、ソロパートね。ソロパート4行もソロもらったんですよ。そう、あんなに人数いる、すごいでしょ。執念で4行のソロパートですよ、なかなかもらえない。ところでね、ところでの歌詞で、うん、はいはいはい、世界って広いけど声出せば聞こえるっていう歌を、うん、声出せば歌えるって言いました。当たり前のこと言ってます。ありがとうございます。本当に声出せば歌えるよそりゃね、説明したまでです。本当に気がつかなかったよって言ってる。え、なかった、よかったでもさ、すごくない、つまらず、メモを焼かず、そう、まっすぐ歌ったんだもん、ね、まっすぐ歌った、ほんまにこのソロだけはものにしたいと思って大切だよ、その心意気、本当に大切。ライブで頑張るから、そうね、だからそれもね、みんなもう今日の12時うん、見てになったら見てください。ね、見ると面白いしてる、かわいい、うん、今日可愛いと思ったもん、ステージから見てても、うん、あとその形やっぱ似合うね、服、うん、パースリーブすごいね、うん、パースリーブ、パースリーブ、そう。ホッケさん、ホッケだ、あサンタタワー、ありがた口です。ホッケヤホー、ありがとう。一生のダチ一生のダチ多すぎるでしょ。すごくない、この桜についたピンクでさえも消す、うまっ。はい、ということで本当に
ありがたいことに選抜にまた入れていただくことができまして、もうなんだろうね、うん、わかんないんだこれこれわかんないんだよ。でもとりあえずさ、今嬉しさをさ決勝に噛み締めたかったよな、ファンの人。そう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 、あのもうだからなんかね、ツイートしてないのまだ、うん、いやよく考えた方がいいで、うんうん、あのほんなそんな浅はかにツイートせんといてほしい、すみません、今一番見られるからな、うん、そのツイート、そうなんだ、よく考えてツイートしや、そうですよね、うん、で今日中にツイートしや、うん、ですよね、うん、リアタイでみんなは見るから、これもね、これあの SNS、 もう SNS のんでやってます、お願いします、本当にね、もうなんかもうなんどうな何書けばいいか分かんなくても、 SNS も確かに、もうなんか写真、小写真撮った、撮った1枚とメモ2枚とかでも、メモ2枚分か、でもその文章で終わるんだったら、あそこの文章1枚の方がいいな。田口の SNS は基本浅はかって書けるわかるいや本当に、いやそう、でもそこが良くて好きなんやろみんな、そういうこと、うん、ちょっとか一旦 SNS する前に配信しようと思って、言葉がいいなって思ったんだけど、言葉も全然喋れてないのな、もうなんかどうしましょうとかあの本当に嬉しいという気持ちでいっぱいです、今はとにかく完食です。おい、ごちそう、残ってんのよこれね完食できてないのよ、それ一回吐けてから出すのよ、そういうの大体という間に完食、なんかいいんだよここにダメなんだよそれ。いやでもだから僕たちね、もう次はね、そう2人で頑張らせていただきますか、次はダイブの入るよ、私も、私は落ちないようにもうね、私は入るよ、もう頑張っていかないと、そこでめちゃくちゃ確認するのやめてもらっていいそう、馴染ませないで私のモニター越しにそう、だからなんだろうね、まあでもなんか16期が少しでも多く入れる選抜でありたいなってね、なんか今日ですごい希望が開いた感じする、うん、思うから入りたいねって思ってる今、うん分かんない今もう本当に分かんないのよ、これがこれがさ、るちゃんツリータワーありがたがちです、おかしいねそれ、もう角度変わっちゃった、あんた食べたらめっちゃ睡魔きた、出たよ今日ずっと睡魔じゃん、うん、るちゃんありがとう、あやなさんがさ泣いてくれて、えっ、そんな嬉しい、発表があって、うん、はあと思ってパッてこうしゃがんでてさ、パッてここ見たらあやなさんがいて、うん、で最初にめっちゃニコニコしてくれてたの、うん、あやなさんってこう思ってたらなんかどんどん涙が、そう目浮かんできて、で近づいていったらあやなさんがなんか泣いて、よかったねって言ってくれて、いい先輩、マジでいい先輩すぎて、ちょ本当にもうマジで危ない、大好き本当にありがたいです本当に、ちょっと待って待って、気づき超えるの、風と海とさん18周年タワーありがたがちです、ありがとう、ありがとう、たロンエンさん、ロンエンさん18周年タワーありがとう、ありがたぐちです、カムサムニダ、カムサムニダ、ありがとう、そうでも本当にね、もうなんか何度諦めたか分かんないぐらい諦めてたんだけど、心もだいぶ折れかけてたんですけど、みんな同期のおかげもあるし、
応援してくれてたみんなが、諦めないでねって頑張ろうねってすっごい言ってくれたのが励みになったというか、救いになったというかだったので、本当に感謝してもしきれない気持ちでいっぱいです、もう泣かなくなったの眠いね、だいぶ成長したなって思ってる、ね、まあだいぶ今危ない、泣きそうになってやるのだけど、うん、そこさ、あのさ、じっくり考え始めるとさ危ないんだよね、これやっぱ深くね、そこ浅く考えとかないとさ危ないのよ、うん、そういうこともいい誕生日プレゼントもらったねあ、ごめん、絶対私叩かれるわこれやばい、絶対態度悪いで叩かれる、そんなことない、いつもこんな感じですかね、いや、そう、開けとこう、だから嬉しいね、本当に嬉しい、頑張ってきてよかったよ本当に、みずきさん、フリボー早いな。サンタタン、ありがたげちです。ありがとう。映ってないのでね。ありがとう。ありがとう。いやー、そう。でもだから嬉しかった。嬉しかったです、とりあえず頑張ろうと思いますので頑張りますっていう気持ちですけど、泣いてるじゃん、まだ垂れてないからセーフみたいなとこない、これアウトですアウトでした、アウトでしたね、涙出てきちゃった、おティッシュないで、ね、ウェットティッシュ、ちぎれてんのよちぎれてんのよねはい、ツンに泣かされた、うん、ほいや、ちぎれてないよ、はい、おいしいな、ごめんな、だいや、本当にあの私だけじゃなく、私が選抜に入ることを諦めずに応援してくれた皆さんのおかげなので、本当にたくさん会いに来てくれたりとか、グッズ買ってくれたりとか、 SNS にコメントしてくれたりとか、あと一つ一つがすごい大きな支えだったので、本当に感謝してます、みんなありがとうございます、ありがとう、そしてウジリン、ウジリンさん、ツリートはありがた口です、ありがとう
して、そしてちんぼ、ちんぼさん、サンタタワー、ありがたぐちです、ありがとう。バディさん、18周年タワー、ありがとう、ありがとう。はい、あや、あやさん、18周年タワー、ありがとうありがとう、みんなありがとう、本当に、はい、本当に。そう、今日横山さんの誕生日だしね。そうやん、お祝いはしました、もちろん。16期、7周年も、そうだ、おめでとうだ、7周年ですけど、はい。やべっち、やべっちさん、タワーありがたうちです、ありがとう、ありがとう。そう、第二のユキリになれますように、だってやばいやばい。はい、ということで、まあ16期もね、今日から8年目、うん、突入するので、みんなで8年目も楽しく過ごしていきたいと思います。今日は記念日がいっぱいだね。いや、じゃあ私昇格し、昇格して何周年だな今日。じゃあ6とかじゃない、5じゃないか、5かん、ずん何周年、え、分からん、昇格して5周年とかちょっと分かんないけど、記念日覚えられないタイプだね。分かる、何年とかちょっと難しいんだよね。昨日もずっと迷ってた、ね、8年か7年かみたいな、分かる分かる。6周年か、昇格6周年だ、ありがとうございます、おめでとう。本当にということで、まあ19歳最後の大きなプレゼントになったといいますか、20歳に向けてすごくいいスタートが切り出せそうな気がしています。本当にみんなありがとうございます、応援してくれて。そしてめっちゃ髪の毛が茶色い、ありがとう。ということで、一旦今日はこれにて終わりにしようかなと思っております。本当に、なんか今日から握手会の受付始まる、そう、始まってるって言いますよね、始まってるんですって早いよね、マジで早いんだけど、まあぜひぜひね。でもまあ明日おめでとう多分言える、あ、そうやん明日、明後日も確かに、そうやん、そう、まああの近くなってからでもね、あのぜひ撮っていただけたら一旦ね、あの嬉しいなって思います。そう、横浜復活しました。何する、パシフィコ横浜、パシフィコ横浜が幕張に勝ちましたということで、パシフィコ横浜でお待ちしております。一緒にパシフィコを楽しもうねということで、明日明後日はお話し会で、19歳最後のお話し会になると思いますので、明日明後日来てくださる方は、あと明日はおしましができる部があるので、なのでぜひぜひ会いに来てくれると嬉しいなと思います。あとはない、あと4日で誕生日、もうすぐ20歳ということで、とりあえず AKB が18周年を本日迎えまして、16期は7周年を迎えまして、私昇格して6周年を迎えまして、本日選抜に復活させていただきまして、本当に素敵な
日になりました。遠藤さん、サンドタワーありがた口です。ありがとう。はい、ということでまた配信しますね。これ寝そうなんだよ。これもご飯食べてもらおうね。ケトチ上がってるからね。さあ、ということで今日は一旦これにて終わりにしようかなと思います。みんな本当にありがとう。本当にありがとうね。じゃあランキング発表するね。あ、ホタテガガラタワー来てた。なんだこれ、サンタタワー、ありがとう。ホタテ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 ありがとう。すごいじゃん。それすごいよ。それはだいぶすごいじゃん。それやのだいぶすごいじゃん。はい。はたけ。はい。ということで、じゃあランキング発表をしますね。13位みちさん、12位あやさん、11位バディさん、10位風と海とさん、9位ホッケさん、8位スベッターさん、ありがた口です。久しぶりになんかこの1万超えてるんだけど、うわすごいすごい、数学年ぶりに見たよ。紙芝居いきます。第7位みずきさん、第6位まめむえしさん、第5位おじりさん、第4位やべっちさん、ありがたけちです。トップ3いきます。第3位ろうえいさん、ありがたけちです。第2位ちーぼうさん、ありがたけちです。はい、そして田口マナカルーム11,842分の1を獲得したのはバンルちゃんです。ありがとう。選抜、あ、すごい、あ、すごい、ここ名前出てこない、見えない、うん、ルちゃん、ありがとう。その他にもゲートを飛ばしてくださった皆さん、コメントしてくださった皆さん、見に来てくださった皆さん、ありがた口です。ずんちゃんとスクショタイムちょうだい。違うよ。何？18でしょ。あ、ベスト SNS。 逆や夢キラキラ加工待ってます。16期ね。ニキビ出てるのよ、ここに。出来たてほやほやね、ニキビ。はい、ということで、ここハイライトすごくない？これが終わりにしようと思います。皆さん見に来てくれてありがとうございました。そしてずんちゃんベスト SNS 賞おめでとう。汚いありがとう。はい、ということで、じゃあ皆さん見てくれてありがとうございました。ずんちゃんもおめでとう。はい、はい、あ、すごいじゃん。来てくれてありがとう。なんて言った今。来てくれてありがとう。
せたことないファンの人に本当に無理はい、ということでじゃあみんな終わりにしますよ、もう本当にね。はい。ということで、なじませんな、うん。ちょっと寝ちゃってやってみて。はい、もう意味わかんないんで、ちょっと終わりにします。はい、みんな見てくれてありがとうございました。バイバイ。え？みんなまた明日お会いしようね。もう勘弁してくれ。いい加減にしろ。何？ミンティア見せな。マナカの M です。じゃないね。本当に。ミンティアの商品紹介せんで。めっちゃピント合ってんのやめて。近いのよ。それはもうミンティアなのよ。その配信はミンティアなの。はい、あ、はい、じゃあみんなありがとうございました。バイバイ。